テーマ でちょうどね私たちこの女子トークを、はい、女子トークね、ではないかと言ってくれるんですね。女子です、女子です、女子だよ、女子でいきましょう。女子って言ってくれるんやな、女子和歌山のおばちゃんとか言わんといてだって和歌山のおばちゃんやもん。なんでおばちゃん、みんなおばちゃん、そんなことない、ありがとう心から心からもう若返って、もう私なんてね永遠の20歳、もう20歳ここ何年続いてんねんって言われてますけれども、よしもちゃんは許される、許されるほんま、でも許してない人も結構いてるなんでやねんとか言って、なんでやそんなことない、はい、ねえ、と、うん、いうことで、っていうことで、はい、今日はね、うん、実は後からお友達も一人、はいはい、訪ねてきてくれるんで、お、やった、はい、いいよね、4人で、うん、4人で、うわ、いいわ、女子カメラ関係なく飛び出す、喋りたいなと、カメラ見やんとこか、カメラも見んでも多分ね追いかけてくれるんで、そうか、きっと大丈夫ですよ、分かった、はい、OK、 はい、ということで OK、 はい、女子会トークを、はい、やりたいと思います、はい、はい、お願いします、はい、何言ってもいいんですね、何言ってもいいんですよ、うん、はい、別にね、で、うん、そんな隠すようなことないことないよ、ないな、ないないない、なさすぎてちょっと忘れてることはあるかもしれん、そう思い出して思い出せやんかもそれ何、そうそうもうね、さっきから車の中で、うん、結構ね、いろいろ話もうすでにちかちゃんとはしてたんですよ、で、あ、そっか、とりあえず私たちのことを紹介したいと思いますので、うん、はい、まず私は、はい、はい、まあ、和歌山のアイドルで、そしてなんで照れながら、地元の、まあ、ちょっとマルチタレント的なことをやってます目指せベッキーみたいなそんな枠を、はい、和歌山で撮りたいなと思っております、うん、よろしくお願いします、いい感じ、はい、感じです、そしてチカちゃん、はい、チカです、なんだっけ、私タイトルつけてタイトルつけてもらえながら、美のカリスマ、自分で言うのもおかしいんだけど美と健康、何だっけ、美と健康のエキスパートでやらせていただいてます、はい、ちかです、よろしくお願いします、ちかちゃん、そしてそしてこっちかな、はい、こっちですね、こっちですね、和歌山のただのおばちゃんです、いや、なんで、ね、なんでこんな綺麗なおばちゃんいてないね、いやいや、今日褒める番組後でいっぱい落とすから、ほんま、やった、落とされた方が最初上げとこう、こんばんはね、キマジョの、うん、そうですね、キマジョの木は輝く、輝く、鬼人返事の聞いちゃいますよそうそう輝くですから、輝く、まあ、輝く、一部ね、はい、木っていう字は、はい、鬼人返事の木っていう、いろんな木が、もいろんな木が、すごいパワーですもんね、はい、そうですね、キマジョ代表として、うん、和歌山のおばちゃんで、いや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 、ただの和歌山のおばちゃんなんか感動いて、いやいやもう私しそ丸さん、そこ目指せって書いてたよ、目指してどうすんの、目指したか、目指して、いやもうしそ丸さんと一緒に出たい、ほんま言うとこはちょっと言うとこまあ、そんなこんな、ね、汗かくはなんかいつもの番組じゃないからちょっと緊張気味、これでも緊張してる、緊張してる、これでも緊張、ほら、あと汗かく、それは緊張のせいなのか何のせいなのか大丈夫ですか、熱いよ、熱いよ、大丈夫ですか、大丈夫大丈夫、はい、じゃあこの3人でお送りしたいと思うんですけれども、はいはいはい、まあいろんな話ありますよね、うん、やっぱり女子トークやから、うん、私たち車でやってるようなトークをしたいな、うん、何やった今日喋ってた、今日も、まあ、今日はね、あの掃除について喋ってた掃除、掃除、掃除、そう、掃除とは、掃除から、うん、なぜ恋愛の話になるか、いや、まあ、そうだったね、まず、まあ、そこなんですけど、うん、まあ、そうやね、うん、掃除、うん、もう捨てれないんです、あ、私、しのちゃん捨てれないタイプ、捨てれない、おー、ちかちゃんも、うんうん、捨てれないっていうかね、うん、あれは捨てれないのか片付けられないのか物は多いんだけど、うんうん、でもね、あの、うん、もったいないとか着れるけどもったいないなっていうよりは、うん、どんどん、それはお洋服の話、お洋服、うん、いろんなお洋服も含めて、うんうん、なんか捨ててるようでいっぱいあったら安心するみたいな、なんかそんな感じ、うん、とりあえず置いとくみたいな、置いとく、とりあえず置いとく、うん、とりあえず置いとくっていうより、多分
あることすらも分かってない。あったっけ、あったやん、ここにみたいな。引き出しの奥にもこんな服あったんやみたいな。え、しょうこさんは？私も洋服は置いときますね、うん、なぜかといえば、うんうん、こう48にもなると、うん、20歳ぐらいの時に流行った服がまた流行ったりする時が、うん、1回転して流行るってやつですか？そうです。なんか若い子が、あれ気がつけば、あ、こんな服何十年か前に来たぞみたいな。で、矢探しをするとあるやんみたいな。あ、これ今いけるやんみたいな、着ようみたいな。じゃあ私で置いてんのは正しいかもしれないです、うん、そんな若い子が、うん、はい、あ、しょうこさんこれどこで買ったんですかみたいな。いやいやいや、15年前の服ですけどみたいな。15年前。でもそういうの結構ありますよ、ベルトとか。あ、ベルトはね、っていうことは全然スタイルは変わらないってことね。細いの、細いよね。いやいやいや、すっごいもんね。いや、なんかもう細い、細い。シロちゃん、それは危険よ。細い、細い。細い、危険よ。細いわ。ちょっと照れる。めっちゃ細いよ。なんで顔赤なってんの？でしょ。そういうツッコミに弱いんですよ、意外と。意外とね。はい。いや、そんなことないです。え、変なところに肉ついてますよ。いやいやいや、細すぎる。しかもこんなんやったらお店できやんのがないんだけども、いやいや、めっちゃもうこことかね。いや、その私のほんとすごいですよ。いやいやいや、切れるっていうのがすごいよね。そんなことよりほら、例外トークしなくちゃダメなんでしょ。だから、うん、そっから捨てれないのはね、捨てれないから、うん、あんまりいろんなね、うん、ことも、うん、まあ、男であったりとも、うん、そういうのを捨てれないのかということで、捨てなあかんっていう話になってるから、ね、いきなり男は捨てないとなんか男って出ました。身の回りから、身の回りから整理したら、うん、そういう人間関係も整理してクリーンになるのではないかということで、うん、まあ、掃除しなあかんなっていう話をしてた、うん、ね、車の中で、ね、はい。まあ、ちかちゃんはそういう、うん、ちょっと今掃除すごい頑張ってて、うんうんうん、ね、人間関係切っていこうと思ってて、違う違う。いらないもの捨てて、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 どんだけいらないものみたいな。気づいたら一人だったみたいな。誰もいなかったみたいな。私がいるよ。あ、そうだ。あらば。あらば。どれだけ貯めてんのって感じ。断捨離の本もたくさん出てますよね。だ、物を捨てて、うん、こうなんかこう新しく。いいもん入れるんでしょうかね、うん、そしたら人がいい人が寄ってくるんかな、入れ替えっていう感じ。だからよくね、うん、あのいっぱいいっぱいになったところにまあいいのが入らないっていうの、うん、この空気を入れ替えるのに一旦この出してしまって、うんうんうん、また新しいものをね、うん、やるっていうふうによく言われてるし、うん、なんかでもね、そう、さっきも言ってたんだけど、うんうん、なんかね、排水口を、うん、排水口、うん、排水口って毎日お掃除します？うん、どの程度、髪の毛とかゴミは毎日取りますよね、うん、毎日毎日、すごい、しないしない。髪の毛ほな3日1回ですよね。髪長いのにこう挟まりませんか？どこに？この排水口の髪に、うんうん、でもある程度こう あるやん、こう厚みが、厚み、あ、ちょっとたまってから、たまるまで置いとく、ちょっとたまってから。え、それは見えてるってこと？うん、見えてる。あ、排水口見えてるタイプですか？隠れてるタイプ。私も隠れてるタイプ。網になってませんか？あ、網になってるけど、網になってる上に、うん、なんかこう、なんかこうちょっと何あれは、かぶせるもんでですみたいな、ね、はいはい、あれを開けないっていうことやね。はい、じゃあ開けない。あ、私最後に開けますね、一日の最後に。で、ゴミを取って捨てて終わりみたいな。お風呂？お風呂。毎回毎回捨てる。自分が一番最後なんで、最後って感じですね。あれ、そんなことで感心されてしまいました。すごいな。え、それ私が最後ってことは家族で住まれてるんですか？家族、まあ、息子と二人ですけど、今はい、私のが最後なので。なるほど。はい、息子、そうか、まあ、そんな髪長くはないですけどね。息子さんって何歳なんですか？息子はね、高1です。高一、はい、高一のママ、はい、もう見え。でもう一人上にいますよ。しのちゃんの変わらんぐらいの子。らしい。そうしてて、ね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 、ちょっとびっくりやけどね。そうだ。ここ言っていいですか？全然いいですよ。え、うん、うん、
31かな、はいはいはい、娘今何でそれ読んでんの、しろちゃん知らなかった、いや知らん知らん、いやもうちょっとびっくりなんやけど、でそうなんですよ、ね、でそのまたその上のお姉ちゃんは、うん、子供を産んでいるので、うん、2人、うん、私はまあ世間で言うと、うん、おばあちゃんですね、えおばあちゃんこんな若いおばあちゃん、おばあちゃんがおばあちゃんこんな鼻高ってるで綺麗すぎる、おばあちゃん綺麗すぎるよ、おばあちゃんこんな細い、こんなこんなスタイルよ、おばあちゃんこんなおばあちゃんいてんの、おばあちゃんなんですよ、でもでもそうだったら孫さんをね、うん、こう連れて歩いてても、うん、お母さんと思われますよね、うんうん、絶対そうなると思う、ね、えぇー、でもあの孫とこれからトークの中では言わないでください、うんうん、卵というところ、あ、卵だ、おまけには卵って言ってるんだ、あなんか可愛いじゃん、卵がって言って、その卵ちゃんはいくつ、卵は、小学校1年生と小学校2年生です、はい、はい、なんか来客、来客、あ来客が来てくれたよ、いやお久しぶり、ピンポンどうだった、はーい、はいはい、どうもどうも、いらっしゃい、いらっしゃい、ピンポンなりましたよ、ピンポンなった、ようこそどうぞ、お越しくださいました、あのどうぞこちらへどうぞ、はいこっちで、はいはい、はい、大丈夫ですか、今日はグータンヌーボーっていうことなんですけども大丈夫、いきなり言われたんじゃない、いきなり言われたけど大丈夫びっくりやん、聞きながらもう どんなことになるんかなと思いながら、いやもうね、さっきもちょっとお孫さん、あ、卵ちゃんいる、卵ちゃんびっくりしたんですよ、まだ分かれへんいきなりね、とりあえずご紹介したいと思います、はい、お願いします、まず今日はあの私のお客様で来てくれました岸智美さんです、どうもどうも、ともちゃん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 ね、今すごい頑張ってね、なんかさっきちらっと聞いたらシンガーソングライター、はい、そうです、ね、歌もバリバリ上手いですよ、ね、ま、そんなことないですもう、ね、そんなことないですってもう私リスペクトしてますから、ありがとうございます、じゃあこれ二大歌姫、歌姫、そうそう、二大歌姫アイドル、アイドル、歌姫、かっこいい系、かっこいい系、かわいい系、かわいい系、かわいい系自分で言う、自分で言うかなかわいい系と、かわいい系、きれい系ね、きれい系、私らは和歌山のおばちゃん、和歌山のおばちゃんちゃう、なんでこう、和歌山のおばちゃん、なんでオチが、いやいや、オチ担当、いやいや、しょうこさん、おばちゃんって、私もおばちゃんね、でともちゃんは、まあうん、もうね、うん、もうディナーショーとかもね、うん、もうすぐあるんですよ、 ありがとう、しのちゃん、すごい嬉しい、私行くんですよ、来てくれるディナーショーどこで、しのちゃん行くこれね、ホテルラミアさんです、ホテルラミア、いつですか、ちょっとくちゃくちゃになってますけど、8月6日です、8月6日、はい、あのグランビアですよ、すごい、すごいディナーショー、勇気あるわ、どこじゃ度胸だけは人一番やった、すごいな、見てこれ、夏の夜にやで、あなたの心に響く歌、ほんまに響くんですよ、そうなんや、そう、この前ね、私のね、そのもう今終わったけど、うん、フォルテの番組に来てもらって、うん、ともちゃんに歌歌ってもらったら、うん、もうスタッフみんなメロメロすごいCD 買ってきてって私に頼むんですよ、ありがとうございます、そうメロメロになるんですよ、まだ若干お席ありますので、あぜひ、お若干ないよ、もう若干、若干、お早めに、お早めに、お早めに、ぜひぜひ、8月6日、8月6日、ぜひ、しのちゃんとご覧ください、いやー、夕方の6時半からで、ご飯食べていただいて、で、ゆっくりしていただいてから、ディナーの後にショーがあるって、ライブショーがあって、でもうね、でもね6時ぐらいから入れるみたいなんで、うんうん、ゆっくり入って、うん、スタンバイしてて、うんうん、でご飯食べてまったりした頃に、うんうん、まったりした頃に歌いやす、歌が聞けるという、すごいじゃないですか、ここも Love and Peace and Smile、うん、そうそうそう、感じなんですよ、はい、ね、感じや、ともちゃん、ええ仕事してるわ、頑張って、ちょっとそんな一言みたいな何言ってんのね、しのちゃんもディナーショー行っとこうな、しのちゃんね、ディナーショーやりたいけどね、ディナーショーなんかちょっと勇気なくてですね何の勇気、まあその、まあ結構出てるんですけど、うん、その私の場合ちょっとあんまり勇気がなくてですね、いろんな人とこう
えば芸能人さんと一緒に出させてもらったりとか、うんうんうん、そういうののディナーショーは結構やらせてもらってる。じゃあさ、ディナーにせんと、うん、ケーキバイキングかなんか食べ物の話、スイーツ食べながら、そうですね、しのちゃんが、なんていうの、ショートケーキの上のいちごのようにしのちゃんが出てきて、私も食べてって言われて歌うって、どう、かわいくない？食べてたらよ、かわいいやん、かわいいの、かわいい、かわいい、いけるか、それどう？そう、スイーツいっぱい、かわいいスイーツいっぱいの中で、ね、みんなはスイーツ食べながら、しのちゃんがかわいい格好して歌う、どう？あー、いいね、いっちゃえ行くてん、じゃあ私も企画するわ、やったケーキバイキングへようこそ。ケーキバイキング、それどうなん、これともちゃんのこれね、ライブ、あのディナーしてからね、ディナーついてるか8000円やけど、ケーキバイキングやったら1000円で取って3000円やったら、ね、3000円ね、フルーツとフルーツは、あと可愛いフルーツとあのケーキと置いて、うん、しのちゃんがその真ん中でこう可愛く歌う、どう、これちょっといけるんじゃん、フルーツと、あ、じゃあ、あのプロデュースしてくれます。やりますよ。ね、やりますよ。まかまかせて。プロデュースもキングショーとかも始まって。まかせてよ、もういいかも。ね、いいやんな。それめっちゃよ。やろうか本当に。ね、ね、やりましょう。面白かった。やるで。プロデュースは。ぜひ。もう妄想話になってきたな。もうほんまもう。やろうよ。やろうって言ってしまったから。ね、ほんまや。そうそう。今頑張ってるんで。ね。ケーキもさ、もう和歌山の美味しいケーキ屋さんとかお菓子屋さんからいっぱい集めて、もういろんなところが、そうそうそう、どう、それも翔子さんにお願いしてそれいいやん、どんどん話が、うん、もう来た、来た、来来たよ、来たよ、次のディナーショーは行った、来ました、ね、行こう行こう、トモちゃんのディナーショーの次はキノちゃんのケーキ、ケーキ、な、何ショーにしろ、何ショー、何ショー、何する、グータンショーなんで、そっちかい、そっちか、何やろ、まあ、それは考えるか、はい、まあ、おいおいな、ね、おいおい考えて、おいおい、おいおい、いつになるかと、おいおい、いや、ずっとやろうよ、やろうよ、やりましょう、うん、やりましょう、やりましょう、うんうん、やります、うん、やりましょう、はい、で、はい、まあ、岸智美さんで、ともちゃんです、はい、ですね、ちかちゃんです、ちかちゃんです、ちかちゃんです、しょこさんです、しょこさんです、よろしくお願いします、よろしくお願いします、お願いします、ね、なんか聞くところによるとともちゃんの歯医者にもうバラしてるんや言っていいよ、じゃあ言っていいね、言っていい、もう全然大丈夫ですね、はい、そうなんで、最近会わない、今日行ったんだけどね、え、今日は来ましたよ、え、そう、ほんま、やっぱ知らなかった、いや、あら、午前ですか、午前、あ、私今日午後からだった、歯医者が一緒、あ、え、患者さん、ちょっと私の歯を見てくれてるあと、ちかさんの歯は私が守りますって、そうって、もう全部もう歯が悪すぎて、いやいや、そんな言わんでよ、そう、違うし、そうなの、あの、全部ケアしてくれて、はい、っていう、なんか、いいですよね、それをしながら、はい、歌手も、そうなんですよ、ね、すごい方なんですよ、ね、頑張られてます、また、うん、あはい、でもこの歌歌ってる姿と、うん、歯医者さんでいる姿はちょっと違う、ね、違うよね、違う、このなんかふわーんとした雰囲気じゃない、こうね、可愛、うんうん、らしいふわーんとして、うんうん、歌歌ってもガツッとした歌声なんだけども、でもやっぱり可愛くふわーんとしてるね、うんうん、かっこいいんだけどふわっとしてるね、うんうん、歯医者さんではどんな感じですか歯医者さん、聞いた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 、やっぱりね、強い、あの、しっかりしてる、仕事の仕事モードではっきりしてるし、しっかりしてはるし、この人にも委ねるわって感じもうだって、こんな状態に口開けて、ね、そうですよね、うん、よく言うね、あの、松田聖子ちゃんも、うんうん、ね、歯医者さんにこう、うんうんうん、触られていじられてじゃないけど、うんうんうん、あ、もうこの人にお任せするって言って恋愛が始まるのって感じで、もう大好き、恋愛始まってる、もうどうぞって口の中どうぞみたいなあ、それ分かるような気がする、すいません今日、うん、一緒じゃなくて、いや、ね、最近一緒じゃないんですよ、でも気になってたけど、なんか会わないから来てないんかな、いや、毎週よ毎週言ってるんですよ、毎週、これもすごいですね、いっぱい言われるものがいやいやいや、でもやっぱりそのギャップが、いい意味のギャップが魅力につながるよね、やっぱり、うん、そういう男性から見ても、汗がいる、そうなんですよ、熱いでしょ